皆様こんにちは。今回の動画はサラセニアの植え替えです。それではご覧ください。こちらは食虫植物のサラセニアです。2022年の7月に買ったものです。受け皿に常に水をためて育てています。寒さに強いので冬も外で育てられます。水苔で植えているのですが、かなり劣化して黒ずんできています。茶色く枯れてきている葉っぱもあります。ちょうど今頃が適期なので植え替えます。水苔を取り除きました。バケツの水につけながら作業すると簡単に古い水苔を取ることができます。こちらはレウコフィラグリーンという品種です。株分けしたかったわけではないのですが、隙間に入り込んだ古い水苔を取りたくて、結果的に4つに分けてしまいました。こちらが取り除いた水苔です。黒ずんでボロボロです。新しい水苔で植え替えた後の様子です。レウコフィラは株分けしたので1ポットから2ポットに増えました。枯れた葉っぱもカットしたので風通しが良くなりました。こちらの株は少し根腐れ気味でした。水苔が黒ずんでいるのに気づいてからしばらく経っているので、もう少し早めに植え替えた方が良かったかもしれません。ちなみに品種はプルプルやベノーサです。ぷっくりとした葉っぱがユーモラスです。株分けでできた少し小ぶりな鉢です。同じ品種の少し大きめの鉢です。こちらの品種は昨シーズン花が咲いたので今シーズンも期待しています。